こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回は中国に関するお話をさせていただきたいと思います。まあ、ある中国のインフルエンサーの一人なんですけれども、日本がもし軍事的に我が国の台湾統一問題に干渉してきたら、我が国は必ず核攻撃、日本例外論を打ち出すべきと、つまり核攻撃すべきというようなビデオを出したんですけれども、それをですね、当局がうまいことなんか残したことによってですね、これはもう圧力をかけてるんじゃないかと、いうことがアメリカで拡散されましたというお話です。日本は拡散されてなそうですけどね、中国がそういうふうに脅してきていると、ではその辺の詳しい話に入ります。一つだけ神尾 TV からも超重要なお知らせがあります。このようにですね、コロナに関連してもさまざまな、ね、裏話とかですね、日本のメディアは報じないような角度から海外の情報をいろいろお伝えしてたんですけども、そしたら YouTube さんからね、怒られまして、めちゃくちゃ怒られまして、今は別の SNS でやっております。はい、YouTube では削除されてしまった動画もそちらの SNS で復活させてます。メルマガでのみ動画見る方法をお知らせしてます。YouTube で、ね、本当もこれ以上言えませんので、見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガの方登録しておいてください。お願いします。動画のリンク貼っております。もちろん一切費用は変わりません。完全に無料です。そしてその削除された動画の内容は絶対あなたに知っておいてほしいお話となってます。特に女性の方は必ず一度見ていただきたい内容となってます。ちょっとめんどくさいんですけども、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマ登録をお願いいたします。お願いします。ですね、7月17日ぐらいなんですけれども、中国の軍事愛好家がネットに公開した、日本が台湾有事に武力介入すれば中国が必ず日本を核攻撃するという動画が拡散しまして、そしてまあこれは YouTuber みたいな感じですね。他にもいろいろ中国ではあるんですけれども、ね、そのインフルエンサーの一人が軍事愛好 YouTuber みたいな人がですね、拡散したんですよね。そしたら200万再生ぐらいいったと。でそれをですね、中国当局が慌てて削除したんですけれども、うまいことなんか1個だけ残ってたと。でそっからまた再拡散してですね、アメリカではですね、そのやり口がですね、わざとやってるんじゃないかと、中国当局も、インフルエンサーの動画の背後にはもう中国共産党とか軍がいるんじゃないかということで再拡散したということが言われてます。で、まあね、動画も消していて消していて消していて、みんな逆に見たくなるから、そう、一個だけちょっと残しておいて、っていうことをやったと。そうですね。でセントトーマス大学の楊助教授という方がおられるんですけれども、15日ですね、中国当局は動画を通じて恫喝外交を行っているんだと、台湾有事に関して強硬な姿勢を示している日本政府を牽制する狙いがあるんじゃないかというふうな見方を示したということです。はい、つまり完全には消さないことで、さっきも言いましたけれども、それで、こういうこともあるよねを匂わしていると。恫喝ですよね。だって中国は消そうと思ったら全部消しますからね。そうですね、天安門事件とかね、一切上がってないからね。そうですね、歴史からもなかったことなんていうから、一個だけ動画残すなんてありえない、ありえない、で再度アップとかいろんな人がしようもんならそれ捕まりに行くからね、普通にね、普通にアップした人も捕まるからね、天安門事件とかあったらな、おそらくわざとやってるというふうに言えると思います。つまりですね、まあこれその通りにはならないと思いますけれども、まあ可能性としてもあり得るということですね。中国軍台湾上陸を想定した軍事演習、はい、これ ANN 朝日ですね、が報じてますけれども、中国中央テレビはこういうね、上陸作戦をやってるというような映像を出しまして、これ台湾の対岸の福建省南部の部隊がこうやってその軍事演習をしたということなんですよね。つまり台湾上陸に対してですね、もうなんか現実的になるよみたいな、まあ脅しですよね、これもね。で、今時こんなノルマンディー時代のような上陸せえへんやろ。いや、せえへんやろけど空から攻撃するやろ。いや、せえへんやろけど、まあ中国軍としてはこれなんかこうロマンがあってええやんみたいな感じになっちゃうかな。じゃあ昔の上陸方法や。
お前ね、こんな上陸方法やったら台湾、まあ、ノルマン第二次世界大戦ノルマンディ上陸作戦の時みたいなやつ台湾ものすごいこう反撃しそうよね、うんうん、で、まあ、これも茶番やと思うんですけれども結局はどっちもね、うん、対してアメリカ海軍は駆逐艦が台湾海峡を通過してます。これ、はい、ベンフォール28日にこれオープンにしたんですよね、うん、軍事演習をね、あの中国軍やったんですけれども28日にアメリカ海軍はこのベンフォールドを台湾海峡に通してます。お自由で開かれたインド太平洋に関与するというふうに強調しておりますアメリカはね、はい、うん、で国際法に基づいて台湾海峡を通過したと、はい、あくまで国際法に基づいていると別に通過するだけっていうことです。で中国軍は、ね、国際法を作ったのお前やろ。あ、まあそうなんですけど国際法に基づいてますからで中国軍は平和の破壊者だと非難しているということですね。やばそうやな。でアメリカ海軍は29日にも南シナ海で複数の艦船によるオペレーションを実施、中国を牽制しておりますということでね、もうなんかこう近くでなんかいろいろやらといてって思うんですけども、そうですね、日本から近いですからね。近いですから全然人事じゃないですかね。うん、なんもう日本軍がね、日本軍で自衛隊がなんかするとかやったらいいんですけれども、もう全部アメリカ頼みになってしまってるからね、うんうん、なんか不安なとこもあり、まあ頑張ってもらうしかないですね。とりあえず中国を牽制してきたということですね、はい、そして29日、うん、イギリス海軍クイーンエリザベス南シナ海に、はい、おう、もう最新鋭空母でございますよ、うん、クイーンエリザベス29日まで南シナ海にということです。でこれね、あのずっとスエズ運河渡ってですね、20日にインドで、24日タイ、25日にマレーシア、27日シンガポール海軍、全部海軍と共同で訓練を経ての南シナ海に現れたということですね。だからこの中国に対してのこの牽制もまたあるんですよね。だから29日、うん、アメリカが28日通って29日はイギリスも来たということでね、そしてイギリスがインド太平洋地域に戻るという強い意志を世界各国にアピールしているんだというふうにも言われております、うん、まあまあ全部茶番は茶番なんですけどね、来て演習して来て演習してやってるんでね、うん、うん、ちょっとでも気が臭くはなってきたかなっていう感じがしますね。でもこんなイギリス最大級の戦艦がわざわざイギリスからここに来たと、すごいね。すごいね、うん、ちっちゃいちっちゃいもん、前の船とか多分でかいねんけど、うんうん、じゃあ今からクイーンエリザベスの魅力を1時間ぐらい語りましょうか。魅力をみんなで、あ、みんなで綺麗最近できたから、うん、でかい綺麗でかい、なんかモニターついてるちょっとレーダー大画面付きでですね、中国軍も、うん、ずっと準備を重ねてきております。お中国新型空母建造中、はい、おここに衛星の写真なんですけれども、うん、上海ですね。で空母を作っていることが分かりました。おで全長が318メートルということで、うん、今収益している中国の2隻空母があるんですけれども、それよりも全然でかいということです。はい、でかいというもう最新鋭の装備を兼ね備えたやつをね今作ってるわけですよね、うんうん、これまでの空母とは異なりフラットな飛行甲板とカタパルトを備えているということですよ。射出装置ね、うん、射出装置ね、はいはいはい、船の上からも直です離陸できるやつね。そうですそうです、うんうん、というパーンって出るやつね、パーン行くやつね、うんうん、よう分からんけど僕は、うん、なんかこうあれでしょ、ゴムみたいになってるでしょ、こうあパーンとね、うんうん、だから滑走路とかがいらんっていう話ですわ、うん、まあそういうことで中国もちゃんと着々と戦争の準備というかこういう軍備のね拡大をちゃんとやってますよっていうことです、うん、そんな南方へクイーンエリザベスとか来たりアメリカから駆逐艦が来たりしてもビクともしませんと、こんなうちは空母作ってるんですわ言うていう話ですわ。突っ込みどころは3つありまして、はい、中国の空母はまず弱い弱いあと写真撮られてる時点で終わってる。ああ軍の秘密兵器がこんなところで写真撮られて終わりやし
いやでもわざとじゃないですか、まあ、だからまあね、うん、見られてもいいってことでしょ、見られてもいい、見られてもいい弱さってことでしょ。あえ弱い弱いの、うん、ダメに言うこと比べ物にならないから弱いですよ。あ性能が悪いの、うん、中国だからね。へえ。あと CSIS が撮ってます。 CSIS が撮ってるのこの写真だ。 CSIS って書いてるでしょ。CSIS CSIS って書いてるわ。お前はCSIS ってこんな衛星持ってるの、うん、待って軍事研究所みたいなところですか、ね、あ、そうですね、日本をね支配してるとこね、うんうんうん、え、ほんまかなほんまかなこれ。なんかビル建ててるとこ撮ってるだけじゃうん、まあそういうことですね、うん、まあ作ってるんですよ、頑張ってるんです、はいはい、これも全て含めて全部茶番かもしれないけどね、うんうん、でもこうワイ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 ちょっとなっていいだよっていうことをまたお伝えさせていただきました、うん、結構、まあ、どこの国とは言わんけどこういうのただ浮いてるだけとかもありますからね。あそう、そんなに大して良くないって、うん、浮いてるだけみたいな、まあ、でかいし浮いてるから、あるし怖いけど、うん、実際浮いてるだけみたいなのもありますか、ね、あそうなんだ、機能はあんまりない、戦闘機も飛んでるだけみたいなね、北朝鮮、北朝鮮の戦闘機は飛んでるだけです、飛んでるだけ攻撃能力ないあるけど命中戦勝。ああなるほどなるほど、もちろん持ってるという前提が抑止力になるというところももちろんありますからね、うんうんうん、もしねうちと同じぐらい強かったらという前提なのかな、アメリカも。そんなことないか、いや衛星と当てるってどういうことやねんとしか僕は思わないんですけど。あアメリカとかは絶対取られないですか。いやそれはあの中で作るでしょ。そりゃそうですよね、うん、なんで作ってるかって全部見せんの、そうですね、そういえばどこが弱点とか全部わかるよ。雨ざらしですよね、普通の船じゃないねんから。なるほど、うんかいねんから。まあね、ちょっと隠そうよって僕は思いましたけど、うん、これはもうその仮の姿で一枚下に本物があるんかもしれへんよもちろん何か意図があるかもしれませんが、そうですね、そう思っちゃったということですね。なるほどなるほど、はい、というわけで今回は終わりにさせていただきます。はい、ということでまあ言うてもね、きな臭くはどんどんなってきてるわけで、うん、まあ日本は相変わらず平和ボケはの方、まあまあ、悪くはないですけどね、本すること大事なんですけど、うん、もう一方でねそういうのもちゃんと見とかないと、そう、ということでオリンピックやってます、うん、日本はね、うんうん、でも世界ではこうやってきな臭い動きが出てきてるよということですよね。はい、うん、ではこれからも日本のメディアを報じないのかとかいろんなこの辺のニュースもお届けしていきたいと思います、うん、さらにですねコロナに関してもこうやばい話いっぱい出てきてるんですけれども、こちらの YouTube ではできませんのでその情報をお送りさせていただくために、まだの方はぜひメールの方を登録しておいてください。動画へのリンク貼っております。はい、メディアではあまり多分報じない中国の話もやりますのでチャンネル登録お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画以外にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味もここまでぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。今週はイグちゃんに泣かされたナムシタのおぐりコーナー。泣かされてるの43歳がポロって涙して出ましたんで、ケーキ漬けにもしね、七藤さんなんかおとなしいでしょ。いやいや、そんなことない、おとなしいない、結構おとなしい日本といえば、ヤマトがあったわけですよ。ヤマトがね強かったわけじゃないですか。はい、戦艦ヤマトね、うん、日本がさらに強くなるための新しい戦艦の作り方を教えてください。戦艦の作り方、どんな戦艦がいいでしょう、これからの時代。やっぱね、ね、戦艦ってあの船ですよね。はい、まず名前は戦艦ちょびひげ戦艦ちょびひげ、どんな機能が搭載されてるんですか。今回のね、中国ってカタパルトができたりとか。はい、ちょびひげさんはあのちょっとだけ飛んでるっていうのが売りです。戦艦が、はい海からちょっと浮いてるっていうドラえもんのように、そうちょっとだけ浮いてるっていうのが海です。めちゃくちゃすごいやん、それすごい海、船っぽいでしょ、でもそこが海ですね、うん、飛びはしないんですよ、ちょっと浮いてる、ちょっと浮いてる、ちょびひげすげえ技術の無駄遣いですね、うん、ちょっと浮いてるんです。そう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 、
ちなみにドライブもちょっと浮いてますから、ね、らしいですよ、ね、だから1センチだけだから裸足ですと言っても怒られるつかへんね、うん、それぐらいのものを作れるそれぐらいのものを作れるってことです。ちょびひげは、うんうん、まあまああんま強くはないんですけどねやっぱりね、うん、なんかちょびひげまではちょっと折って戦艦ちょびひげ、うんうん、あの機能としてはね、うん、もし万が一こう鼻毛が出てたとしても、うん、ちょびひげで隠れますちょびひげのおかげで隠れます。あれもしいや一応この人笑ってました。 鼻毛が、まあ、2本ぐらい出てっても全然大丈夫。ちょびひげはびくともしません。じゃあそのちょびひげを僕たちの税金めっちゃ投入して作って怒らへんねんな。鼻毛ピョンって出てんの。そうやな。矢口さんの納めた税金がちょびひげに出てピョンって出ても怒らへんねんな。いやいや鼻毛は切るよっていうもんね。僕は思うよね、うん、でもまあ、うん、もし子供のことがあっても大丈夫。そういう戦艦ですから、うん、こういうね、笑い話がいつまでもできる平和なればお祈りしております。平和になれば平和いい